イントロが流れるだけでも、来たーとなる曲。そう、ボーイのわがままジュリエット。あのイントロが弾けたらいいなー。ですよね。今回はこのわがままジュリエットのイントロの弾き方を初心者の皆さんにもわかりやすいようにご紹介していきます。まあ、最初の演奏を見ていただいた通り、まあ、すっごくね、手を動かさなくちゃいけないとか、そういうところはありません。なので、難易度としてはそんなに難しくはないんですけれども、これね、曲の始まってすぐ、イントロですからね、始まってすぐなんですけど、始まってすぐにあれをバシッとね、決めなくちゃいけないっていう、すごい緊張感があるんですよね。緊張しちゃうってなっちゃうんですよ。私も初心者の頃、緊張しちゃって弾けなくてね。で、ほんと、泣き顔でスマイルだよ。とほほーってなってた曲です。なので、これね、今回はその弾き方もお話ししますけれども、百発百中。何回やってもちゃんと弾ける。そうなれる方法ですね。お話ししていきます。ぜひ最後までご覧くださいね。まずゆっくり弾いてみます。タブ譜も載せますので、どの指でどの場所を押さえてるか、しっかりご覧くださいね。ワン、ツー、スリー、フォー。まずですね、最初に出てくるところ。まず最初にね、プリングがありますよね、こう。で、その後、ね、こうなりますけれども、もうこれだけで、来たわがままジュリエットってなりますよね。ね、もうここがね、ビシッと決まらないと、かっこ悪い。そして、その後。でね、こう上がっていく。上がっていくところもね、こう、上がっていく中で違うとこ押さえちゃいそうってなりますよね。そして最後、ここ。この、チョーキング。ね。これ、ハイフレット。この、ね、高い位置のフレットでチョーキングするので、相当力がいる。そういうとこですね。まあそういうとこが難しいとこなんですけれども、これからですね、一つ一つ詳しくお話ししていきます。緊張すると体がカチカチになっちゃって思うように動かないってことありますよね。それはギターに限らずいろんなことでそういうことが起きますよね。練習の時にはね、うまくできてたのにね、本番になるとうまくできないんだよねっていう時ね、ありますよね。皆さん経験ありますよね。そうなんです。本番になると緊張から体がカチカチになっちゃうっていうことはよくあるんですよね。なので、これ練習、ね、普段の練習の時から、こう、体がカチコチのままこう動かしてるっていうことになっちゃうと、わかりますよね。本番はもっとカチコチになって動かないってことになっちゃうんですよ。ということは、普段から指をいかにリラックスして置けるか、ね。指をリラックスして動かしてるか。そこが鍵になってくるんですよね。なので、普段から指がカチコチにならない楽な体勢はどうなのか。どういう形で押さえれば楽なのかっていうのを考えておく。そうすることで本番でカチコチになるっていうのを防げます。ここがポイントなんですよ。普段ね、弾くときに、こう、弾いてるけど、なんか力が入っちゃうなって、こう、なんか、うまくいかないなっていう時は、指の角度を見直してみてほしいんですね。例えば、こうやって押さえてる。こうやってっていうのは、こういうふうに、指をフレットに平行に入れてる。こんな感じで。極端な話ですけど、こういう形で押さえると、こういうプリングを最初するわけですけれどもね。
指をこうやって開かなくちゃいけないんですよ。そうすると指にすんごい力が入ってしまいます。でうまく動かないっていうことになるんですよ。でこれをねちょっと考え方変えてみましょう。こうやって開くんじゃなくてこうしたらどうだろうって、こうじゃなくてこうフレットに斜めに指を入れてあげる。そうするとこういう風になるんですね。外すとねこういう風な形で、これって指を横に広げてるわけじゃないので力入らないんですよね。これこういう置き方、こういう手の形をここで作ると、そうすることによって楽にプリングができます。なんか指に力が入ってるなと思ったら指を置く角度をね調節してみてください。指に余計な力が入っていない、その状態が理想的ね。本番もカチコチにならずに弾けるっていうことなんですけれども、指が硬くなってしまう、力が入って硬くなってしまう原因、もう一つは指を立てようとしておくね。こう立てておこうとすると指ってこういうふうにこんな形になったりするんですけど、こうするとやっぱり指に力が入ります。指はこうまっすぐに伸ばしてた方がダラーンとしてて力は入らないんですね。でも指立てないと他の弦に当たって音が鳴らなかったりするんじゃないの、プツ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 とかなっちゃうんじゃないの。確かにコードを押さえるときはね、これ指立ててないと他の弦に当たっちゃって音鳴らなくなっちゃう、そういうことがありますから、コードの時とかは指立てなくちゃいけない。それは確かにその通りなんですけど、いつでも指立てる必要ってあるんでしょうか。例えばね、わがままジュリエットの最初のイントロのところ、こうやって指を置いていきますけれども、この時に指こう立てるのっていう話ですね。これ立てる必要ありますか。これよく考えてみてください。まあ、最初のプリングこうしますよね。でその後2弦の5フレットを中指で押さえ、そして3弦の6フレットを薬指で押さえる、こういう順番で押さえるんですけれども、この時2弦の5フレットを押さえる中指が立ってなくちゃいけないですかと。立ってなくちゃいけないでしょ、1弦に当たっちゃうもんって、こうやってたら1弦に当たっちゃうもん。まあ当たりますね。だけど1弦は先にこうプリングし終わったらもう音鳴らす必要ないんですよね。音鳴らさなくていいですよね。ここを押さえている時にはもうこの音は鳴らなくていい、1弦の音は鳴らなくていいんですよ、ということなんですよ。なので立ててなくていいんですよね。立てなくていい、というのは立てて押さえちゃうと、わかりますかね、1弦がまだ鳴ってるのが止まらないんですね。こう1弦と2弦が両方鳴っちゃうと、で音が濁ってしまう。なので1弦の音はもう消えててほしいんですよ。その時には2弦の音だけが鳴っててほしい。なのでむしろ触ってあげて音を止めるということをしてもいいぐらいなんですよ。なので立てる必要は全くありません。ここでのポイントは最初のプリング、この後に優しく指を立てずに、立てなくてもいい、その状態でこう指を置いていく、こうプリングして指を置いていく、こう優しく手招きするような感じ、これがいいんです。そして本番で失敗するところ、ここですよね。ね、この上がっていくやつね、これね、最初はねこう4フレット5フレットこう
こうやって弾いてハンマリングしてスライドしてここに7フレットここまで行って、そして6フレット、1弦の6フレット11フレット16フレットで19フレットっていう風に上がっていくんですよね。これね、本番でね、こうやってもう緊張しちゃったら、難しいよってね、なりますよね。そんなね、11とか16とか言われてもね、こういちいち数えられないしね、本番中。これ何番目なんだろうって。数えられないしさ、無理だよね、こんなの。ってなりますよね。これですね、フレット数えてる暇ありません。ね、当然。なので、どこのフレットに持っていくかっていうのを、もうあらかじめ数えるんじゃなくて、もうここ、ここ、ここって決め打ちするんですけれども、これね、指板を見てこう、やっぱり移動するわけですよ。で、もう木算でこういう形のところっていうのを覚えとく。目で覚えとく。例えば、最初の6フレット。これは、こうスライドした後のこの中指の斜め上、ここ。ここですね。これはね、わかりやすいよね。ここですね、6フレット。で、次の11フレット、ここですけど、ここは、ポジションマークが2つあるとこ、これは12フレット。ね。12フレットの1個手前。こっち、ここだ。この12フレットの1個手前のとこで止めるっていうのを覚える。覚えとく。そして次、16フレット。ここなんですけど、ここは12フレットから最初に来るポジションマーク、そして次に来るポジションマークの真ん中、間、ここです。ね。ここだっていうふうに持っていく。そして最後19フレット。これはポジションマークがついているところの3つ目のポジションマーク。12フレットから数えて3つ目のポジションマーク。そこが19です。という形で、そのポジションマークを目安に、目印に手を動かしていく。そういうわけなんです。という形で、その目印になるところをね、しっかり作っておくわけですよね。ああ、2つのポジションマークがあるところ、ここ、ポジションマークの間、ポジションマーク3つ目っていう感じでね、手を持っていくわけなんですけれども、でも手の感覚だけだと難しいです。これね、どうやったらもっと正確になるかっていうと、目でしっかり見とく。目でね。次ここ、次ここ、次ここ、みたいな感じで、しっかりそこを目指して手を持っていくのに、目で見て動かす。ね、こう、11フレット、ここ、次16フレット、ここ、19フレット、ここ、っていうふうに、目と手でやっていく。最初はね、そういった形で練習していってみてください。まあ慣れてくると見なくてもできるようになってきます。ああ、できた、よかった。今のまぐれかもしれないです。普段はちゃんと見て弾いてます、私も。うん。やっぱこんだけ離れてると見ないと無理ですよね。見ていいです。しっかり見てください。目的のフレットを見ながら指を動かしていく。そして最後の難関、この、これね、ここなんですけど、これね、21フレット。1弦の21フレットなので、こう、このブリッジに結構近いところなんですよね。なので、持ち上げるのに、弦の張力が結構加わっちゃってて、持ち上げにくいです。この辺上げるのよりも、やっぱり力がいります。なので、これ指だけでこう、持ち上げようとしても、きついです。指の力だけじゃきついんですよ。これって。ね。で、チョーキングってどうやってるかっていうと、手首のこう回転を使って、上げてるんですよね。
手首を回転させて指はここ固めたままでこう上げてる、こう、こう指でこう上げてるんじゃなくて手首を回転させる、グイーンって回転させるんですよね。でここでももちろんそう、指だけじゃなくて手首の回転でこう上げるね、こういうところだ、やりにくいんですけれども、こうね、カッタウェイの、カッタウェイって言うんですけどね、ここカッタウェイここのところでこうボディももう、ね、ボディ裏にこう手がこう来るんでやりにくいんですけど、こう手首を回転させてあげる、こうですね、こう上げると、でしっかり一音チョーキングこう上げると、こうね、こういう形で手首で上げるっていうのを練習してみてください。はい、わがままジュリエットのイントロの弾き方ね、緊張した時にでも百発百中で弾けるようになるためのそういったコツですね、4つお話ししました。指にね、力が入ってない、そしてこう指を立てる必要はない、そしてこう高いところに移動していく時に目で追いながら、フレットを目で追いながら指を持っていく、そしてチョーキングは手首の回転で上げるね、その4つ、ここをね、こう力を入れずに体に力が入ってない状態で楽に弾ける、そういった状態になったら本番でもですね、カチコチにならずにね弾けるようになりますので、ぜひぜひ練習してみてください。このチャンネルでは独学のギター初心者の皆さんに毎週楽しくギターの練習の方法をお届けしています。これからも動画を投稿していきます。ぜひチャンネル登録してお見逃しがないように、お見逃しがないように間違えちゃったはい、最後までご視聴ありがとうございました。皆様のギターライフが素晴らしいものとなりますように。ではまた。サメキョウギターチャンネルメンバーシップ、あなたのもっとギターが上手くなりたいを応援。レベルごとにギターの基礎が学べる動画、そしてオンラインレッスン、ギター仲間との出会いがあなたを待っている。詳細は動画説明欄をチェック。そうだってなっちゃうフレーズ、ここですね。ここね、こうやって上がっていくでしょ、だからここで、あー間違えちゃった間違えちゃった